長時間電源落としとこう。今日もね、なんか一回落としてみたんですけど、一瞬だけだ、一瞬しか落としてないから、ちょっとじゃあお風呂に入ってる間は私のスマホの電源は落としときます。さっきの思い出は送らないかな。え、な、なにこれ、どれ、誰って何ってなる。今日は何時に寝よっかな。なんかでもね、最近本当に早めに寝てて、寝てるから普通にもう12時とかに寝るかもしれない。私すごくないですか。私が12時に寝るってびっくり。最近怖い夢も見てない気がする。見てない気がする。なんか生活リズム整ってから見てない気がする。関係あるのかな。普通に早めに寝たら、見てない気がする。本物のさやかりんたん。じゃあまた私あれかも、人格さやかりんが何4人目とかになったかもしれない。新たな人になったのかもしれません。フィルマさんもクマありがとうございます。ありがとう、ありがとうございます。コンタや森の中あ、でもなんかね、最近それが私できるようになったんです。なんか普通にここにここにいて、体はちゃんと動かして普通に話して、なんだろう、動いてるけど、本体だけを森に飛ばせるようになった森に飛ばせるようになりかけてます。最近ちょっと新たな技をね、習得しつつあるの。足がしびれた。足がしびれてる。私は何言ってるのか分かりませんって。いや、これはね、あ、頭で理解しようとしないでください。感じてください違う、中二病じゃないです。ちょっともう大人ですよ。ちょっと足がしびれて、どうしよう。足が、松さんもタコありがとうございます。ありがとう、タコ。そう、最近ブラックコーヒーめっちゃ飲む。めっちゃでもないかも朝絶対飲む。最近は朝は白湯にレモンを入れて飲みます。朝一番に飲みます。おばあ
あちゃん家からレモンを送ってもらったので、そのレモンを入れて飲みます。冬毎年してる気がする。多分去年の冬とかも行ってたと思う。行ってたよね多分去年。毎年してるコーヒー言うたやん。それは自分でも思った。コーヒー毎朝飲みますって言った後にさ、急に私は左右にレモンを入れて飲みますってあれコーヒーはってなるよねでもコーヒーも飲むんです朝飲むじゃないですか。レモン、左右とレモンを飲んでふうってして、そっから朝ごはんでヨーグルトとか何かしら食べて、最後コーヒーで締めるんです。そう、どっちも飲むんです。でもコーヒーはそうですね、どっちも飲みますね。紅茶もね、紅茶好きで結構飲んでたんですけど、最近飲んでなかったんですけど、また最近飲むようになったんですなので最近はまた紅茶飲んでます。結構カフェインの取りすぎかな。あ、通常ね、リンゴは普通にあのレモンと白湯を飲んだ後に朝ごはんの一環としてリンゴ食べるんですけど、最近はリンゴ節約、リンゴ立ちしてるので食べてない。あのいいリンゴの日から食べてない。いつですか、いいリンゴの日っていつだっけ。11月5日かな、から私食べてない。あら、あらら、ら あらら、ら、ら、明日公園だからリンゴ食べないと。買ってきてない、お家にないです。そうだよね、今いろんなリンゴ出始めてるよね。秋リンゴ季節だから。すごい、ペンライトありがとう。今日のせやかりん大丈夫か、大丈夫じゃないですか今日の私は大丈夫じゃないですか、変ですか、私って誰ですか。そう、リンゴシーズン、リンゴ食べないから私の携帯の調子も悪くなったのかな、そういうこと。ちょっと待って、いつも通りいつも変とはどういうことだろうか。私って誰なんだろうね。あ、足がしびれてるんです、さっきから。ちょっと足のしびれが取れるのを待ちます。私って誰なんだろうね、本当に不思議。そろそろ1時間経ちそう、本当だ。なんかさ、もうあれだよね、1時間がルーティーンになってるよね最近。ショールーム、皆さんちょっと助けて、足のしびれの取り方を求む。1時間あっという間、何の話してたっけ、何の話した、あ、そう、今日はね MV 撮影だったんですけど、もう終わって
過去になってしまいましたか。ミュージックビデオを皆さんが見てくださると、それはその時が巻き戻るので、ぜひ楽しみに待っていてください。楽しみに待っていましょう、という話でした。あとパシおめでとう、明日の生誕楽しみ、という話でした。最近パシがね、いっぱいこう来てくれてね、嬉しいです嬉しいです。私ケロップ書かなきゃ、何にしようかな。そう、パシさん LINE で、リコちなみに行くから構ってねって来たので、構うって返しました。私はいつでも構うので構うのでって言い方おかしい、待ってます。テロップどうしよう、テロップちょっとどうしよう、今書こうとしたら私は誰とかになっちゃいそう。テロップ、あ、普通に僕らの春夏秋冬、何にしようかな、何にしようかな、あ、決めました。皆さんもちょっと予想しつつ待っててください。じゃあエモカリン、エモさ、エモさという感情を覚えた原田でした今日はということで、じゃあこのエモカリンとさせていただきますそう、ということで、じゃあそんなこんなわけで、そろそろ誕生を読ませていただきます。ダダダン使いたいだけってそれもあります13位、タンタンタヌキさん、ありがとうございます。12位、一光さん、ありがとうございます。11位、 F 渋谷さん、ありがとうございます。10位、ジップさん、ありがとうございます。9位、TM マンさん、ありがとうございます。8位、アサーサさん、ありがとうございます。7位、マツさん、ありがとうございます。6位、ショウイチさん、ありがとうございます。ありがとうございます。5位、ロールキャベツさん、ありがとうございます。ありがとう。4位、静岡の天パの竹さん、ありがとうございます。3位、清野さん、ありがとうございます。2位、ビルマさん、ありがとうございます。そして1位、ハーツさん、23日待ってます、ありがとうございます。本日のラッキーフォーティーの方は、だんだん、けんちゃんさん、けんちゃんです、ありがとうございます。ありがとう。ということで、じゃあ早いね、なんかさ、私結構なんか10時からとか23時とか配信してるのが
多め時も多かったので、今ちょっとまだ8時台っていうことに今ちょっとびっくりした。じゃあもう今日はもうあれですね、このあとお風呂に入って9時で10時に10時過ぎに上がって、もう12時前に寝れるよ。12時頃私寝てるかもしれない。あ、すごい皆さんもじゃあちょっと一緒に朝活早寝早起き頑張りましょうということで、じゃあ皆さんもゆっくり休んで明日も一緒に頑張っていきましょう。ということでバイバイ、おやすみなさい。ちょっとお休みにはまだ早いかも。バイバイ、ありがとうございました。明日の僕隊もよろしくお願いします。ありがとう、バイバイ。